はい、こんにちは、カズマの博物館です。ということで今日これエンスカイ仮面ライダードライブパズルガムということで、仮面ライダードライブのパズルガムでございます。4種類、全4種類でマンダラケで未開封700円で購入してきました。パッケージ痛みと書いてありますけども、全然気にしません。相当なね、高級なものじゃない限り全然気にしません。ということでやっていきたいと思うんですが、まあまあ仮面ライダードライブ全部見たよっていう動画を多分出した後だと思うんですけども、仮面ライダードライブ面白かったね。さあ全4種類56ピースですね。組み立っていきましょう。下から開けようかな。パズルはね、本当にこのチャンネルでもかなりやってる。もう好きだからパズルというものがすごい好きなので、だいたいね54ピースだったらあれかな、まあすぐかな。まあなのでノーカットでお送りしますので、まあ早送りしたい人は早送りしていただいて、ただ話しながらやっていきたいと思います。ドライブ本当に一番好きになっちゃう、ライダーとしては正直一番好きじゃないんですけども、その見た目的な問題ね。だけどそうじゃなくて作品として好きかって言われたら、もうめっちゃ好きですね。仮面ライダードライブめちゃめちゃ面白いと思う。本当に一番内容、作品の内容だったらもう一番面白いんじゃないかなって俺は思ってます。それぐらいドライブハマっちゃいましたね、一回見たら。だからまだ見てない人いたらね、ぜひ見てほしい、本当に。まあそんな人いないと思うけど、このチャンネル見てる人はみんなね、みんなもう詳しいから。俺なんかよりも仮面ライダーも大好きですからね。話しながらって言ったけどさ、まあ話しながら組んでくんだけど、だいたいねこれパーツが大きいから、まあ、すごい簡単なんだよね。すごい簡単。もうちょっとこう小さいパーツだと結構難しいと思うんですけど、まあ子供用でもあると思うので、どこに何があるっていうのが非常に分かりやすいですね。あ、しかもこれあれじゃん、めっちゃ分かりやすく、あの切ってある。すげえ優しい世界だな。54ピース、56ピースってなるとかなりあれですね、幅もすごい短い。この大きさなんだね。俺めっちゃ今広く広げてやってるけど、こんなに狭いんだ。雨上がりブレイクアウト、雨上がりブレイクアウト隙間から青空は手招きしてる。オーライ、そろそろ行こうか、誰かが言うのに屈しない、直感は信じていたい、会いたい、始まりを探して。え、こんな狭いのこんな狭いんだ。意外と狭いね、この狭さなんだね。ファイアップイグニッション、ヘビーなプレッシャーぶっ壊して、アクセル踏み込め、サブない世界中がドライ、フィーリングハイ、目覚めるような始まる運命は、バックギアはない、All we need is drive。 いつだって操作目を伏せて、傍観者起動ていれば、オーライ、後悔もないね、言い訳みたいな、でもだってだけど、キスてた道は行き止まり、泣いたい、出口はすぐそこに、 Shift up going high、
追い越されてばかり飽きるでしょう突き抜けるワニのサプライズ。ど忘れした今なんだっけって感じ。この後なんだっけ、ここん、どこだこれ、んここか。さあもうちょいで完成しますね。逆だ。できるぞ。さあできるぞ。はい完成。おおかっこいいね。映ってる。次はタイヤ交換。これはスパイクだっけ、スパイクだっけタイヤ交換ブレブレマックス。あ、スパイクは違うな。シャドウ、ん？合ってる？ミッドナイトシャドウはあれだもんね。紫色のやつだから。これ縦だ。次は。縦っすね。縦に組まないとダメだ。今度は縦です。あれこれ違うじゃん。文字あれおかしいね。ここか、これがここか。なんかどんどんはまってっちゃうね。これかな？これはここか。ドライブ。これ手だ。角を見つけりゃいいのに、角を見つけずにどんどんやっていくというスタイル。きた。ここか。そういうことね。すげえ、あっちゅう間にここ埋まったな。一瞬だね。文字角がないぞ。あった。ベルトさん違う。これ足だな、ね、ん？これはもうちょい中だね。これここかな。
できてきた、できてきた。いいよ。いいよ。いいね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 。できた。完成。次、マックス・フレア。フレア。ただパズルを組むだけの動画なんて楽しくないよね。俺は楽しいんだよ。でも俺めっちゃ楽しいんだよ今。すっげえ楽しい。こっちが下。全部これやっぱさすがに表にしないとね。まあ、パズルを本当はやるコツとしては、まあ、全部大体表にして柄が見えるようにまずする。でその作業中にまずは角を見つけることが大事なんですよね。角、周り。そうすれば枠がまずできるので、で大体枠の周りにこういう名前がある。大体。文字があるところは文字で分かりやすいので、もうすぐ抜いちゃって組んだ方がいいと思います。こうやってそうするとすごい簡単。なんかパズルって難しくて嫌だって思ってる人結構いると思うんですけど、でも全然そんなことなくなる。ましてこれに関してはね、本当に簡単なパズルだから、難易度も何もクソもない、本当に簡単なねパズルなので、よしよしよし。一回とりあえず避けて、これここだね。大体ね、もうね、何がどこにあるっていうのがもう分かってきちゃうからね。色合いとかこうつながりの形で感じで、色合いがでも一番分かりやすいかな、このドライブのやつで言うと。あ、ロイ・ミュードいる。029初、新しいロイ・ミュードだ。しんのすけいいね。ん、こっちか。ん、こっか。これの場合はもうフレアがあるからすごい分かりやすい、どこにこれを入れればいいかっていうのは。あとはなんかこう赤かったら赤いところに入れたりとか。これロイ・ミュードの手だな。ここら辺ロイ・ミュードいるね。ここだね。これベルトが映ってるからここかな。入った。これは本当にスムーズにいってるな、さっきより。かなりスムーズですね。わかりやすい、これ。これ本当にわかりやすいですね。あれ？ここじゃないの？入った。これは非常にわかりやすい。はい、できた。早い。一瞬。最後、ミッドナイトシャドウ。何分？今これやり始めて14分。全然経ってないね。だいたいね、前何ピースやったっけかな、前何ピース一緒にやったっけかな、300だっけかな。300のスヌーピーのなんかパズルを組んだんですけど、一緒に2人で。で別に
もう一人はすごいパズルが大得意ってわけじゃない人なんですけど、俺が結構まあ普通にね得意な感じだけど、まあ300だったらまあ1時間ぐらいかななんて言って組み始めたら本当に1時間ぴったりでした。まあ大体ね目安としてそんな感じ。1000ピースだともうねやっぱ6時間ぐらいかかるかな、ガチでやっても。相当疲れるけどね、1000ピースはマジ疲れる。1000はね本当にね、なんか好きなあのアイテムじゃない限りマジで疲れる。まあ1000ピースのパズルディズニーであるんでちょっとやろうかなと思ってるんですけども、相当疲れる。まあ楽しみではありますけどね。一人でやればまあ6時間かかるかな、2人だったらまあ 5時間だったらいい方かな、5時間で終わればいいなって感じだね。そんな感じでいっぱいこう目安もあるよと。56ピースだと本当にすぐですね、なんかもうこんなに簡単なのかってぐらい一瞬でいけちゃう。色味が本当分かりやすいんだよな、こういうグラデーションのね変化とかもすごい分かりやすい。まあ、あとはやっぱここのパーツのね感が少ないっていうのもあるよね。これが一番でかいと思う。ベルトさん、これここら辺っぽいけどな、手、うん、やっぱそうだよね。あれ？ん？もう一個あるんだ。はい。オッケー。ん？まだだね。いいね。こうサクサク埋まってくこの感じ。この感じ？あれ？これパーツ違うね。これこっちだね。たまーにあるんだね。こうスポットハマっててさ、はい、ハマったなんて思ってみると、え？お前本当はそこじゃねえじゃんみたいなやつたまにいるんだよね。あ、いいね。ん？違うね。ん？違うな。紫のこの感じがちょっと違う。これはこれ、ん？これはここか。これ横かな、違うね、縦だね。手、こっか。わかんない。ちょっとはめづらいっすね。これここか。これがベルト部分、ここだね。ん？これ顎だ。これは手ですね。手、こっちの手。これがここの手。これはここ。これがここ。これが色味でだいたいこっち。こっち。これがここ。これがここ。これがここ。はい、完成。ドライブ全パズルでした。20分動画の説明をしてから。はい、ということでパズルガールでした。いいね。はい、それではまた明日。